綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。皆さんお疲れ様です、今日はちょっと番外編で、私のクラブセッティングを紹介します。じゃあ行きます。まずちょっと見にくいんですけど、私は14本入れてて、ね、ドライバーが、はい、このローグのマックス使ってます。めちゃくちゃいいです。めっちゃもう曲がらんし飛びます。でフェアウェイウッドがこれエピックのスピードで、ね、3とあこれ5と私はね、あれ7を入れてます。でユーティリティが見にくいけど、このキャロウェイの全部キャロウェイこの 5U とあとね、これはね6なの、5番屋の代わり6番ユーティリティで、ちょっと練習し終わったばっかりでまだ掃除してないからめっちゃ汚いんだけど、アイアンは見える？ちょ申し訳ない、ね、こんな感じで6、7、8、9しか入れてなくて、ウェッジいっぱい入れてんねんけど、これはあのね、マジですいません、汚い。これは使い分けてます。一本一本出そう。46がピッチングの代わりに打ってて、110ヤードぐらいまで打つかな、アメリカだったら。めっちゃ重宝します。すごいね、私のお気に入りのクラブで、いつもはこの54、46、50、60のセッティングが普通かな。これは85ヤードぐらいまで打って、ちょっと転がしのアプローチとか使うし、ラフのとこで開いて打ったりする。で60度はこれ全然バンしないんですよ。アメリカ下が硬い地域があるんで、この04で弾かれるんで、バンスがあったら。でこれで打ってます。でもなんかちょっとね、相性悪い、そのティフトンとかすごい相性悪いんで、このウェッジ。そういう時は54をね、この56のバンス10度あるやつにチェンジしていって、まあ50度も持ってて、これもこのバランス、この56、46やったらすごい空いちゃうからっていうので、こういろいろ考えていろんなもん入れてます。でパターはこれね、この前まで使っとってんけど今使ってない。これすごいいいです、オデッセイのやつで。今使ってるパターはこれです。なんかこの形がすごい好きで、これを使ってます。この形をずっと使ってます。でね、お気に入りのクラブはって言われたら、前まではパターやったんですけど、ちょっと最近パターが一番調子悪いんで。でね、この B のアイアンはもう2年、これ前のシリーズのやつなんですよね。でもすごいこれが良くて、新しいのに変えたりしてんけど、戻してこのシリーズ使ってます。ごめんね、ちょっとね汚くて。これすごいおすすめ。なんかちょうどいいセミキャビティみたいな、分からへんけど CB。
感じです。で、私のキャリーバッグのお気に入りのグッズを紹介してって言われたんですけど、私キャリーバッグにマジで何も入れてないんです。え、これかな、まあ、アメリカ私担いでるんで、これ見てください。伸びるんですよ。これめっちゃ磨いたりしてすごい、もうこれがなかったら終わります、クラブが。でこれはなんか友達とお揃いで、これはネームタグで、あ、これは私のイヤホンケース、超かわいい。財布でしょ、サングラス、マスク、何入れてるかな、あ、リップ、なんかリップ入れてるけど塗り直したことない。ほんまにびっくりされると思うけど、ここと、かマジで何も入ってないです。これティー入れるやつで、これはメモブック、超可愛くない、馬ぐらいかな。もう何も入れないです、もうとりあえず、なんか重たいんで基本何も入れないです。はい、さよならって感じがうちのクラブセッティングです。今一番気に入って、もう入れてよかったなって思うのは46度ですね。なんかピッチングって結構スピンコントロールが難しいんですよね。でもこの46めっちゃスピン効いてすごい狙いやすいです。だから一番好きなクラブかも、入れてよかったなって思う。パー5ですごい重宝するんで、だいつも練習するのは46の、まあ、ハーフショットとかいろんな距離感練習してから、だいたい9番アイアンでハーフショットとか、パンチショットとかいろいろやって、7番アイアンでスイング確認して入り方とかで、6番アイアンもう苦手なんで練習します。で、54度ものフルショットがあんまり得意じゃないんで、それもちょっと練習してますって感じかな、っていう感じです。では